スノーキーキこと小手川幸也ですこの動画ではリピート系 FX の異業者両立てをスワップポイントにフォーカスしてお話ししていきたいと思います。ということでですね、はい、えー、リピート系 FX の手法・運用法として同一通貨ペア、例えば米ドル円で買いと売りのポジションを持つ両立てがあります。 はいで、えー、単にですね、えー、同一数量同一値幅で両立てするだけのもののほかですねえー、裁量で両、えー、立てのタイミングを測ったりとかこの値幅を変えたりとかっていう手法などもあるようです。でですね、えー、私あの基本的に両立てというのはやりません。はいいあのー、ロングもももももショートも買いも売りもやるんですけど両て 同時にやるっていうことはやりません。まあそちらちょっとセミナーとかで、えー、詳しくお話しさせていただいているんですけどもですね。まあ理由の一つとして、スワップポイントにやがあるからです。はい、えー。このスワップポイントのやっていうのは、えー、店頭 FX 業者さんだったら、えー、まあどこでも買いと売りだったら鞘があります。で、えー、ちょっとまあ今日調べたループイフダンのスワップポイントをご覧いただきます。はい、えー。ちょっと4つの通貨ペアで、えー、出しましたけども、はい。買いと、 売りだと、えーまあ、売りの方がが金額が多いんですよね。ということは、まあ、もしも同一数量、回答売りのポジションを持っていた場合、えー、これだけの差が、えー、発生します。1万通貨あたり、まあ、動画投稿時点の情報ですけども。はい、で、私、今、ループイフンとトラッキングトレードの2社で運用しているので、トラッキングトレードの方を調べました。FX ブロードネットさんのトラッキングトレード、こちらです。 回、はいえー、スワップと売りスワップにこちらまた鞘があってですね、はいえー、これぐらいのさやがあります、はい、でここで調べていて一つ気づいたのが、はいえー、確かにループイフダンの方は回スワップポイント高いんですけども売りスワップポイントも高くなりがちでトラッキングトレードはループイフダンと、えー、比べるとちょっと見劣りするんですけども売りスワップポイントが、えー、それほど金額大きくないんですよということはですね ループイフダンで、アイネット証券さんループイフダンで買い立てて、トラッキングトレードで売り立てたらどうなるのかっていうことを調べてみました。はい、えー、そちら、それがこちらです。はい、ループイフダンで買い、トラッキングトレードで売りした場合、はい、この差がなんとですね、はい、プラスになる通貨ペアもあるんですよね。はい。 ということはですね、えー、今日の調査では、えー、ループ F 弾で買ってトラッキングトレードで売るっていう組み合わせがなかなか魅力的なのかなと。で、たまたま私この2つで運用してるんですけども、一応アイサイクル注文、トライオート f x トラリピも調べました。はい。他も調べてもこの2社が魅力的でした。はい。で、えー、まあ、両立てじゃなくて、 でも、まあ、買い立ての時は、えー、ループイフダンが良くって、まあ、売り立ての時はね、えー、スワップポイント結構重しになってくるので、まあ、トラッキングトレードがいいのかなと、これ、両立てじゃなくて、片方立てる場合でも。はい。で、えー、スワップポイントっていうのは、日々変動するものなので、まあ、今日この、 今日のデータでお話しましたけども、まあ、これは変わるかもしれませんというあの注意点です。で、この動画概要欄に、リピート KFX 関連ブログ記事の URL をいくつか貼っておきますので、まだ、あの、スタートされてない方は、よければご覧ください。ということで、あと最後、告知ですね。はい、はい、えー、iNet 証券さんとのタイアップで、こちらの内容の、はい、えー、 で、えー、ブロードネットさんとのタイアップキャンペーンでトラッキングトレードを始められる方はまあこういった特典がついてきますよということで今回の動画は以上にしたいと思います。最後ままでごご覧いいたただきありがとうございました